皆さんこんにちは、ラテです。今回は甲府市にあるスリーストーンキャンプ場にお邪魔しました。このキャンプ場、お気に入りの中の一つなんですけど、テントサイトが10、テントなしで泊まれるTPテントが3、デッキサイトが1。規模的にはそんなに大きなキャンプ場じゃないんですけども、オーナーさんと管理されている女性の方がとてもいい方で、で夜景がねものすごい綺麗なんですね。あと温泉も近いんですよね。ちょうど今佐川を登ってますけども、この坂を下っていくと伊佐温泉で、ここから12キロぐらいですかね、車で20分ぐらいで、行ける距離にほったらかし温泉もあります。非常に便利です。今回1日目が管理棟パオの横にある芝サイト、2日目が ABC の、C サイトですね、にお世話になりました。私風男なのか分かんないですけど、また風が強くて初日は焚き火ができなかったですね。で2日目はなんとか風の方もやんで焚き火ができましたけど、なんででしょうね。と言っている間に間もなく到着なんですけど、この屋根なんでしょうね。ちょっとね、右に行こうとしてしまいまして、モカさんに怒られてます。ここを左に曲がると管理棟のあるパオになります。でこの先になんか温泉ができるって聞いてるんですけど、私がいた時はまだできてなかったですね。まもなく入り口になります。着きました。ここでいいのか、ここ、うん、すごいね、うん、GoPro のマックスレンズ持ちのがついてるんでちょっと分かりづらいんですけど、これ結構入れてるんですよ。正面に見えてるのがTPサイトですね。ここを左に曲がると駐車場になるんですが、テントサイトには車は横付けはできません。一時的に荷物を下ろす、だけになりますね。到着ですね。車はこちらの方に置きます。では受付行ってきます。
まそう。はい、今日は、新しいギアの紹介をしたいと思います。DOD のスゴイス、です。ちょっと今日スリーストーンに来て、 YouTuber さんでトモトモさんっているんですけど、ちょっとかぶっちゃいましたけど、紹介の方が。うちで一回組み立ててから、キャンプ場ではちょっと初になります。これどうしてんのかな、皆さん。ペロ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 するんですけど、これ巻いちゃえばいいのかな。ロースタイルだとこれ汚れちゃうよね。うん、取っちゃう。長い方からつけた方が楽ですよね。はい、完成です。これがロースタイルですね。サイドにポケットがついてます。で、後ろにもポケットがついてます。
今日はすき焼きにしますと、甲州牛のお肉が割引になってたので A5 ランクのお肉を買いました。大変なことが発覚しました。鍋用の鍋がありません。